今日は何をしましょうか。ということで、たまたまさん、早速やっていきましょう。とにかく、ローディングが早い。交流の間、行きましょう。当然、あと8年か。え、何戦って少ないんだ、これ。接続数8しかない。あんまりこういう特殊なルールをやりたくないんだよね。配信をやろうと思ってるんでね。行くなら避けたい。あ、もうトン倍に2枚出ちゃってるんですね。じゃあやめよう。珍しいな、まだトンバなのに。234-7788-68。旬はまだ出てないんですよね。自力でチューンが来たらチューンを揃えていいけど、まだ何とも言えないな。お、いい、来た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 。これかな。あ、泣きそう。あ、一回は我慢か。でも誰かチューン2枚持ってるな。持っとるな、こいつ。ドラ2枚みんな切ってるから、ドラよりなんかある程度いい役持ってんだろうな。なあ、ほな。まあ、これは泣かれるでしょうね。あ、いや、泣かないんだ。あれ？ラグかな、単なる。1回我慢して2回目だと思ったんだけど、いいですね。ん？いいのかな？考えます。4、本当は、4ピンが出てくれると、数ピンが出てくれると、タイヤも見えてきますからね。それはちょっと考えたい。
まあバレバレですけどね、これ染めてるの。ビーチニャ。さあ、現物をなるべく捨てたい。なんでそれ捨てたんだっていう感じですが、12秒しか残ってない気がつけば。怖い、セーフ、通った。イーペイコも狙いますよ、これ。何これ、22234、反対だけどね。行ってみようか。危ないけどな。あ、これやばいかも。ロンニャ。わー、そうだよな。一通か、不用意すぎた。6捨てればよかったよな、普通に。まあ、2万の方が安全と思い込んでしまった。あ、自家税だ。まあ安いけどな。でもレッドファイブはうちにあるんだ。うん、白ですね。白がドラです。ん、いやー難しい。ポンのほぽんでもいいんじゃないの。まあ抱え込むよな、普通に。逆に待ち牌になってる可能性もあるんで、下手には狙いません。いいじゃないですか。まあいい流れだ。ドラで稼ぐぞ。これも怪しいよね。ん？いいのかな？トーンは1枚出てる。ちょっと抱えましょう。出てるからね。うん、ポンです、はい、どうしようかな。まあこれだな。スピードが落ちてきたな、スピード感が。まあ、本当は早い、ポイントに狙いたいけど、ちゃんと守りましょう。守ることがまず大事。現物でした。3人とも Q1 かよ。お、いいですね。ちょっと怖いが。
行こうか。お、助かった。これで転売、ローアンです。ローアンはまだ出てないですね。次だけどな。あ、ローアン出てるわ。一つ出てる。あ、いや、ローアンじゃないか。ローピンだ。でも、バレバレですよね、これ。お、ちょっと待ってな。アンパ、これ現物だ。まあ、多分何待ってるかわからない。ロンニャ、ロンニャ、ダブルオンだ。同じもの待ってたんだ。ザンク、はい、ただのリーチ、リーノミか。引き剥がしていきます。でも結構接戦ですね。今度はシャアの風。あー、上がったから、日本版か。Q がもう、更新、交通になってんな。なんで、7来ても別にいいんだけどな。いらんけどな。8もこの辺も実はいらん。手広く行きたい。染めていくって大事。チームは1枚捨て、空いてるものは捨てに行きます。原則論として。次はこれかな。あんまり得なことないですからね、配的に。うん、捨てましょう。ちなみにローワンがドラか。もちろんあの役を作らないといけませんので、リーチはしないといけない。まあこれはあの防御的には危険な牌ですからね。守りながら手を広げていきたい。これ切っていきましょう。この辺もな、切っていくことも考えてもいい。早く上がりたいんだけど。あまり切りたくないけどな。あ、234だ。考えましょう。まあ4が来たら波ダメですけど、5もありますんでくっつけられますからね。しかもヨーロッパになってるから、どれか一つ来たらローアンを生かしたまま切ることができる。お、もっとこっちかな。パワー1。まだちょっと遠いが。あれ、これ12秒ルールだったっけ。まあ問題はちょっとスピードが遅いってとこですよね。考えてる。リーチ来そう。まあ、完全にこの。出ちゃってますよね。
なんかおかしいぞ。まあもう捨てるしかないや。場にないんだな。やっぱりこの辺が危険範囲になってくる恐れがある。いや、これ切っても良かったかもね。4だったら最高だったんだけどね。ビーチにゃ。インシャンテンだが、456だったらそのシャニオに切っていく、まあセーフだと思うけど、セーフじゃないをセーフ4で9。いや、負けないや。なんで現物でこれ切りましょう。もうB1 もセーフ。これちょっと危険ですからね。ビーチにゃ。わ、上に行った。なんかわからん。セーフ。いや、もう牌がないんで。これあセーフか。あと4枚。チ。え、なんで？なんで切れないの？え、なんで？ツモニャ。自力で上がりやがった。何上がらないわ。ぜひかけかけてきやがったか。じゃあ、漫画、羽漫画。わあ、一気に FF スコールが強い。あ、ナンは自家勢だ。ちょっとやっぱりスピードが鈍っちゃったな。最後1枚だったらそんなにいらんのだよな。え、なんだこれ。1457788。11はなんかもう頭候補だろ。ここら辺はなんとかして揃えたいよな。4号も6が、サブローが欲しい。困るわな、来たらごめんなさいだろうけどな。パワーいらんわ。7来たら8切るしかないだろうな。6の方が来た。切ろう。ローピンが今ドラですからね。ドラしっかり確保する。なんか空腹近づやったからな。まあリーチをかけてかけれてない。スピード不足だなぁ。初まで来てるや。初いらんけどな。お、345と揃いましたね。2に来たら手が広くなりそう。うん、トン捨てよう。そうそう、手を、テーパーに向かって前進していかなければならないです。
場合によってはこれも切っていいかもね。あのタイヤを狙いで。ある程度大きな手作らなあかんからな。これ切っていきましょう。テンパイかな？テンパイですね。リーチにゃ。早い。動きが早い。ペン上がりだったらびっくりだわ。一応一回様子を見るか。まあ行くしかないよな。おっけ、4番の短期カンちゃん待ってもよかったかもね。防御的にはあー2万が出たか。ここでももう10枚しかないからな。あん、これがロンか。七月さんが結構追い詰められてますね。え、これドラハイなの？うわあ、ドラに直風なんで置いとかないとな。要するにシャアはいらん。ある程度高い手作らないと追いつかないですけどね。捨てられちゃってんのか。じゃあまあ残すのしんどいよね。あ、いいじゃないですか。近い。これ頭は1だな。5が来たらあれだし、2万が来るかもしれないから、まあまあいいんじゃないでしょうか。確保しときましょう。3万が来たら4万捨ててもいいかもしれないんで。まあ、もう出来上がってるもの、T6 行こう。もしかしたらこの辺がいらなくなるかもしれない。うん。いらない。捨てよう。手広くいきます。手を広げにいきます。頭が、まずをちょっと狙っていこう。みんなリーチ早いんだよな。頭にもなったからこれ捨てない方が良かったな。不安を。念仏。リーチにゃ。かけた。こっちは念仏だが。展開が早いな。アンパイね。
コンです。いや、こっちは現物だ。ツモニャ。一気で上がった。うわ、五か。とにかくスピードの遅さが目立つな。最下位は。ようやくおや。なんで、しっかり、ポンだけを狙って切っていきます。とにかく早く上がることだな。567233。トン終わり、トン終わった。まあ、地数なんでね、まあとはいえもう揃えられんしね。そうなったら自分のドラもなくなっちゃう？ん？だってドラじゃないもんね、本体だね。上がりたい。トン4曲。ハクがチューンが怪しいな。お、いいじゃないですか。拍してよ。ん？まあ、チューンしてよ。ちょっと怖いかも。あ、言い訳切っちゃってるんだ。じゃあもう頭にせざるを得ないじゃないですか。来た。まあ、確保しても頭にするか。でも一向水平出ないから読まれますね。残り18枚。うん。切り替えます。リーチだとこういう弱点もあるんだよな。対立すると、リーチです。ゴン。助かった。何でしょうね、待ち牌は。ほとんどはもう残ってないしね。天杯です。1だけ天杯、3000ゲット。まあ上がられるよりはいいと思ったんでしょうね。早くもここドライは
1枚じゃない、赤ドラ合わせて2枚ありますからね。トンが2枚分あるんだったら、トンは早く切ってもいいかもね、揃いそうにないんだったら。まあ揃えたいけどね、でも1枚切られた時点でちょっと厳しいと言わざるを得ない。3689が来た時点で、まあ、パワフル来たらちょっと涙目ですが、リーチ来た。当然これか。リーチです。端の方を切っていく原則。7が来たらイーペーコー。40枚あるんでね、読みにくいよね。やばい。ああ、もう4枚しか残ってない。ちょっと考えてますよ。手がね、薄いよね。失敗したかな。結局パワー来てますからね。このパワーを捨てたのはミスだと思う。お、筋だからセーフだ。結構長考してましたね。さあ最後、ダメでした。あ、まだ1枚あるのか。残念。リーチした2人がテンパイでした。3本番。そう、
これでもいいよな。あ、老眼来た。チュン捨てよう。じゃない、2枚捨てられちゃってるからな。ちょい厳しいか。うん、ポン捨てよう。こっちでもいいやな。ヨーロッパができてるのもったいない。1,2,3,3,4 だから。いるかな。わあ、2万出てきてしまった。ちょっと厳しいな。これも捨てる候補に入ってきた。みんなドラ捨てるんだもん。そうだろうな、いらないのが。パーソーです。はい。パーソー切ります。つまり、ローソーがいらなくなる。ん？何？パンか。で、あ、E はいらなくなるかもね。まあ、ローアンだろうな、いらないのは。24枚、ちょっと残り杯数が少なくなったかな。まだ半チャンなんだけど、ポン4局なんだよな。当然これです。2と5なんですね。筋引っ掛けになってね。5だったらみんなやっぱりね出してるからね。不要牌だと思う。ピン集めてるのかな。ピンズ集めてると思う。上がりたい。やったー。ドン。ピンズか。に、え、安い。うす、あー。でも8500円。リーチ棒がたまりまくってるからじゃないの。あー、そうか。ペン優先だな。
状況によってはタンヤを狙ってもいいか。起きた。だとまあタンヤオにはもうならないな。とトーンは残り1枚。言わ捨てよ。次はチュンいらん。さすがにチュンいりません。ポンです。まだ親ですからね、早く上がりたいです。あとまあ捨てていいでしょう。もしくはパーピンか。リーチだ。早い。動きが早い。辛いな。え、嘘。おー怖っ。ダブ点でもいいですよ。いや、見物だからね。次これかな。これだな。あー、ローアンはそうか、頭にするのか。考えてます。なんでしょうね。結構読めない。自力で上がりやがった。52で2000。まあ難流ですねこれね。手は悪い、すごい悪い。地風でもあるからな。まあ元ペアはもう2枚捨てられてるので存在意義がありません。難しい。ちょっと遠いかな、ゴールへは。むしろこれだったらあれで上がった方がいいな。じゃあこれか。トイトイ狙ってもいいじゃん。トイトイっていう手もありますね。
まあ、防御用かもしれん、この急走は。1枚出てるしな、場に。つながりあった。U1。 あ、いや、意外と安かった。まだトップとはそんなに差がないんで、逆転は十分可能ですよ。ポニャ。何をポンするか。あ、まあ自家製だよな、よく。近いかも。あー近づくか。そう、でもそれならタイヤの方がいい。街が広まる可能性あるからな。あれ、これってがのうちのどれかが来たらトイトイか、トイトイチートイツか。チートイツリーチか。一枚出てますからね。新統一の可能性は下がる。竹くり。コロンは。これ、あ、でも、近いのは左側だと思うけど、
然手が進まん。防御も考えた方がいいかもな、今回は。ハンチャンなんで。何二曲。あと、現物でこれ捨てることも考えていいかも。ああ、全然進展しない。それか。まあどんどん削られていく。今度はトップが入れ替わる。まあ流れ変えていかないとな。トーンがドラなのか。ドラは強しだからな。でうちは南風だろう。地風かつドラさん。まあこれなんとしてもなんとか泣くしかないよな。本が来ても、過去が来ても。本も待とう。それ以外は揃えよう。何捨てられたか。何かこれで1枚ポンニャ。誰かトン2枚持ってないかな。やばいな、トイトイの可能性もあるぞ。もうテンパってるって考えてもおかしくないし。出る可能性あるの。お、来た。なんけどこれかな。こう捨てたな。うん、ポンです。ポン来い。一射手になるかもね。チーしましょう。これで、2、5ピン待ち。5は捨てられてるけどな、1枚。2も。だから残り2枚。現物爆発チューンで、でもまあ気にせずもう行くしかない。ロンロン、オッケー。結構来るかも。当然これだって
え、終わり？あ、そうか、今ナンバだった。2位に上がりました。意外と稼げなかった。ナンバなんだよな、トンバじゃない、ずっとトンバだと思い込んでた。泣くな山田さん。でも200しか残ってないんだが。かもられてるだけで、左右の2人は本当に強いな。なんてかもられるって。ただ泣くのが好きなだけかな。457とかこれとかかな。じゃあトンはトンには用がないのか。難しい。待ってれば前半らしいかも。あ、やばい。あ、ちょっと危ないな。ない、行くしかない。31枚だからまだ早い。3位のままだが、最後はちょっと悔しいな。さらに積極手が取れないってなるかな。というわけでハンちゃん遊んでみました。ハンちゃんの大戦遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画続行でした。ハンちゃんは強いかもね。